笹本幸男は、日本の在野の歴史家。専門は、日本占領史。大量虐殺を受けた側が、それを成した側に全面協力して、その大量虐殺兵器の効果を徹底的に科学調査し、その成果を余すところなく提供するという点灯がなぜ成立したのかという視点から、アメリカ合衆国原爆傷害調査委員会の成立過程や対米協力の実態を研究、米軍占領下の原爆調査原爆加害国になった日本にまとめたのをはじめ、多くの論文を発表した。島根県益田市生まれ。島根県立益田高等学校卒業後、上京して働き始めた。市民グループ、原爆文献を読む会に参加、フリーライターで原爆被爆問題に詳しい中島辰巳に出会い、当時援護対象外であった在韓被爆者の存在を知って支援活動に加わる。また、働きながら中央大学法学部に通い、竹前英二に占領史を学ぶ。大学卒業後、塾講師やビル清掃などの仕事をする傍ら、国立国会図書館などに通って文献を読破し、アメリカ軍による日本占領、原爆投下などに関する論文、著作を発表し続けた。2008年1月に中島辰巳が死去、その後を継いで在韓被爆者問題市民会議の代表となった。2002年に癌を発症、生活保護を受けながら一人闘病と研究を続けていたが、2010年2月半ばに入院、翌月誰にも看取られず、前立腺癌で死亡した。ありがとうございます。